していきたいと思います。一番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 いやー緊張しますね。ニューゲームスタート。シャキーン。じゃあ早速ねストーリーをしていきたいと思います。うー緊張する。ひーお、綺麗。いつも約束してたよね。何？ずっと一緒だって。え、絶対どっちか死ぬやん。お姉ちゃん、え、待って、怖い。お姉ちゃん、何震えてる。振動パックか。ごめんなさい、ごめんなさい。よくここで遊んだよね。生々しい肌の質感がやばい。そうだね。え、ここで遊んで落ちたんじゃないの？ここももうすぐなくなっちゃうんだよね。なくなっちゃうのか。足大丈夫？痛くない？ちょっとね。いやいや死んでたよ。ねえミオ。ミオちゃん？ん？ミオ？ミオシャ？おい、この足怪我したやつ絶対死んでるだろ。ミオちゃん！お姉ちゃん、私ね、あの時お姉ちゃん？追いかけっこしてたわけじゃないのか。お姉ちゃんが先に走って追いかけてたら、追いかけてたらお姉ちゃんが落ちちゃったんだ。怖い怖い怖い。え、何？え、ストレンジシングス、ストレンジャーシングスで見たこれ。行っちゃダメ。どういうこと？ねえ、歩き方が怖い。足折れてる。え？これ多分あれだよね、お姉ちゃん多分さもう死んでるよね。これヌンチャクまたは BB モコ。うわーこれ超大変じゃん難しすぎるんだがヌンチャクの操作。 C ボタンでどれだよ。 C ボタン、あ、これ、おいおいこれなんで Z の上が C なんで、おかしいだろう。うわー怖ー。ちょっと待って、ごめん、これ大丈夫？みんなよ、酔ってる？酔いそうだったらスバル見てね。お姉ちゃん、お姉ちゃん初代、うわうわムビだ。ねえとんがり。ごめんなさい。と鳥居はあかんで。え、お姉ちゃん、待って、振り返ら、お姉ちゃん、ちょっとだ。あーもうこれ異世界迷い込んでますわ。これもう異世界迷い込んでますわこれ。赤い蝶ね、伏線回収ね。ねえ絶対儀式してたじゃん、真ん中で人殺してたでしょこれ。え、お姉ちゃんだ。お姉ちゃん、怖い。なんか地図から消えた村。地図から消えた村。え、雰囲気よ、待って、雰囲気良すぎる。しかもなんかこのキャラクターの生々しさがめちゃめちゃいい。で、多分あのお姉ちゃんね、多分もう死んでる。昔この辺りにお祭りの日に消えた村があって。お祭りの日に消えた。森で迷った人はその村に誘われるって。誘われた、誘われちゃったじゃん。あの白い着物のって前世、全然前世のお姉ちゃんの記憶とかかな。お姉ちゃん実はお前生贄だったんじゃねえのこの村の。いや怖っ。小さな山村のようだ。村はね怖いですよ。スバルも村出身ですけど、人がいれば道を聞けるかもしれない。いるわけねえだろこんなところに。待って、これもしかしてついてきてる？うわーやばい、これ怖いよ。妹に先行かせんなよ。待って、みなかみ村。地図から消えた村じゃなくて、生贄によって神様になったから水上村とかじゃないよね。
ちょっとさ不穏じゃねえ。村の名前水上村だって癖強すぎだろ。考察が早いもうありとあらゆることに対して考察してるからな。考察大好き。地面に何かが落ちている。女性もののハンドバッグのようだ。怖っ。マスミさんは水上ダムの地質調査に同行、行方不明。まあ要するにね、マスミを探せっていうことですね、これは。なるほど。お、マスミめちゃめちゃこれモデルみたいじゃん。マスミの彼女のハンドバッグだな。おもれー、やばいぞこれ。人だ。人がいる、人が、人がいる。すいません、あの迷っ、ねえ、絶対死んでるって。誰かいるのかな。絶対死んでる。ねえ、その置き方怖いからやめて。また私を置いていく。ミオ、誰の手、ね、今誰の手。行くぞ。怖っ。怖っ、マジで怖すぎだろう。どうなってんだよ。誰もいないのかな。いや、いたじゃん。奥へ行ってみる。なんでそんなに怯えてるの。お姉ちゃん大丈夫か。お姉ちゃんどうしたの。これ昼にしてよかったな、マジで。昼にしてよかったけど怖い。絶対いる、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 絶対いるよ。あお邪魔、メリ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 。懐中電灯だ。画面右下に A ボタンのアイコン。右下に A ボタン出るじゃねえか。ちょっと左に移動しますね。お引越し。はい、触れるまで A ボタン押さなきゃいけない。なるほど。あっ、見て、ヨウ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 チェケラヨウ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 。なるほどね、 DJ ごっこもできると。ちょっとここだとさ、メモが読めないんだけど。上見ろ、上。ちょっと待って、ウィリーマーカー、なんかいる。上、上なくない。ないか。スカートの中が見えます。お前らふざけんなよ。スカートの中が見れますじゃねえんだわお前。大丈夫か、ついてこいよ。それは、遮影機とは目に見えない霊的な存在を捉えるために麻生博士により作られた写真機である。すごい、これ世界観がめちゃめちゃちゃんとしてるね。1、残留思念などによる過去の出来事。1、見えない霊魂的存在などを映し出すことができる。この遮影機はそれらありえないものを映し取ることで除霊にも似た効果を得ることができる。しかしそれは同時に彼らとの関わりを持つということでもある。不用意に使用すれば彼らに取り込まれることすら考えられる。なるほどね、さっきのあの写真のおじさんみたいにね。ねえ待って、これさ、体力回復、武器の説明、つまりここでチュートリアルとしてバトルが行われるということですか、これ。ねえ、もう行くよ、行くよ。Yeah!
最後聞いた？会いたかったって。地図から消えた村について私もその噂を聞いたことがある。昔祭りの日に、大虐殺が行われ村は地図から消えた。森にある双子地蔵は迷い人を村の入り口に誘う。村の入り口の鳥居をくぐるともう戻れない。その村で生き残ったのはただ一人の女だけ。この姉妹のどっちかが生き残ったんでしょ。これそうだよな多分。いやむずすぎ操作。これでいけるはず。いやねえ急にグロいのやめて。これマスミじゃない。これマスミだよね。ゾンビになっちゃったの。これおもろいぞマジで。タタラタタラタタラタタタラタタタタラタマスミ。血染めの着物の女狂ったような笑い。殺さないでと、ほら殺さないでと訴える双子の少女。絶対さスバルたちさ元々さここにいたんだよ。この人もここに迷い込んだんだ。そうだね。やっぱりここはどうして。ミオ、おねえどうして。さあ村の妹とさ村にも双子がいてスバルたちもこれ双子だから間違えてとかじゃないけどお姉ちゃんを探してるのかな。重なったんじゃないの。待って、ミオちゃん、ちょっとミオちゃん、ねえちょっとミオちゃん、ねえこれ超怖いんだけど。外に出るよ。レッツゴー。ね、やばいんだけど後ろ。なんかカメラがレベルアップできるらしい。あ、これ6000ポイント。あーダメージ量にしよう。はい、エイム悪いから、はい、頑張れなスバルは。エイム悪くても頑張れな。この屋敷に残る古文書を調べたところ、双子巫女のことを赤にえ、生贄だったんだ。やっぱり。あ、お姉ちゃん、お姉ちゃん、妹がさ主役のゲームって珍しいよな。どこに行こうとしてるんだ。待って、え、待って、ねえ待って、これ何、バトル開始かな。ちょっと待って、やばくない、めっちゃいるよねこれ。やばい。
ってきてしまったのか。八重、さえ、たえ、たえを連れてこの村を出るんだ。彼女は今さえ主の家にいる。やっぱり祭りを続けるつもりなのかもしれない。早く彼女を追うんだ。今ならまだ追いつける。お姉ちゃんは祭りをしようとしたのかな。ねえ、ここってさ、最初にさ来たところじゃない？わー、鍵鍵鍵鍵、わー、危ない。ほら、これあれだよ、双子のさ。いや、マジでね、映像めっちゃいいな。この上で儀式してるんじゃない？はい、ナイスー、はい、いやー、これはボス戦だろ。ボス戦、いや、もうなんだこの、なんだこのやべえボス戦は。もう絶対ボス戦じゃん、こんな。本当に、いや、ゴーストハンド来ないね。ノーゴーストハンド。あー来たね。さあ、どこに。妹は、妹じゃない、お姉ちゃん。え、怖っ。蝶々だ、蝶々の柄。生贄となる双子が戻ってきたって言ってたから、多分逃げられたんだ一回。
でさ、なんかさ、夜をさ、繰り返してるって言ってたけど、多分だけど、夜を繰り返してるのは、その儀式が完了してないからじゃない？あ、またお姉ちゃんの操作だ。悲鳴じゃ、祭りは失敗？あれだ、多分巫女が二人逃げ出したから町全体が生贄になったんじゃないこれ。このさ、そういうことか。八重が、八重が妹？あ、誰かいる。こいつが八重？じゃあタエ、こいつがタエなんじゃない？ねえ待って、絶対首吊っちゃったじゃん。なんで首に跡があるんだと思ったら、ここで首にね、なんかね、締められた跡があるなって思ってたの。サエなんだ。お邪魔、お邪めり。大丈夫か、お前助けに来たぞ。待って、さっき痛くない？モンス、え、いない、いない、これしかない。え、あれ、お姉ちゃんは？お前ここで出てくんなよ、マジで。なるほどね。あ、で結局来なかったんだ。結局多分八重ちゃん来なかったんだ。で、タエちゃんだけ死んじゃったんじゃない、これ多分。首吊って死ん、後ろに誰かいる。ねえ、マジか。いや、こういうのやばい。こいつか、僕。こいつがさ、儀式の神様なの？こいつが殺しちゃったの？通路ある。ねえ、
ふぅ。ごめんね、何回も笑わせちゃって。ごめんね、何回も何回も笑わせちゃって、本当にごめんね。こっちね。右か、右じゃない。あ、もう大丈夫なんだ。なるほどね。あ、白黒終わってくそ、あれだけのために何回もやるの。あ、いた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 、お姉ちゃん。貴様、お前が一番の敵なんだけど本当に。とすれば守り神として誇られている双子巫女の役割はおそらくそういうものなんだろう。守り神となった双子巫女は赤い蝶となりこの村に帰る。赤い蝶って今まで生贄になった人なんだ。あ、二人揃ってなくてもいい。八重だけ逃げたんだ。で、やっぱりサエがそれを、サエがそれを恨んでるから、お姉ちゃん探してるんだよ。一人だけさ、絶対来てくれるって信じたんだけど、結局一人だけで儀式しちゃったから、裏切られて、で裏切られたから、お前も殺してやる理論でしょ。で、男は一回セーブな。でですね、5時を過ぎてしまったので、一旦今日はここで終わろうと思います。